パンを踏んだ娘、ハンス・クリスチャン・アンデルセン。昔々、ある田舎町にインゲルというとっても可愛い女の子がいました。インゲル、何をしてるの？蝶々さんの羽をむしってるの。お前はどうしてそんなことをするんだい？小さな虫にだって命があるんだよ。知らないわ、うるさい母さん。インゲルは見た目は可愛らしいけれど、とっても意地悪で残酷な心を持っていたのです。ああ神様、どうかあの子が優しく育ってくれますように。やがてインゲルは美しい娘に成長しましたが、お母さんの願いは叶わず、性格はちっとも変わりませんでした。インゲルはある裕福で上品な家でお手伝いの仕事をするようになりました。働き始めてから1年が経った頃、おかみさんがインゲルに言いました。インゲルや、1年ぶりにお父さんとお母さんに会っておいで。新しい服と新しい靴を買っておいてあげたよ。まあ、素敵なお洋服。お土産に大きなパンも焼いておいたからね。ゆっくり甘えておいで。インゲルは焼きたてのパンをカゴに入れて、新品の服を着て意気揚々と出かけていきました。私の綺麗な姿を早くお母さんに見せたいわ。やがてインゲルの家が見えてきました。お母さんは家の前で焚き木を拾っていました。おや、インゲル、帰ってきたんだね。インゲルの姿を見つけると、お母さんは嬉しそうに笑いました。いやだわ、なんて汚らしい格好をしてるんだろう。あんな人の娘だなんて思われたくない。インゲルはパッとお母さんに背を向けて走り出しました。インゲル？インゲル！後ろでお母さんが叫んでいる声が聞こえました。ここどこかしら。夢中で走ってるうちに道に迷ってしまったみたい。いつの間にかインゲルは森の中に入ってしまったのです。歩いていると目の前に小さな沼がありました。こんなところを通ったら靴が汚れちゃうわ。そうだ、これを踏み台にしちゃおう。インゲルはおかみさんが焼いてくれた大きなパンをえいっと沼の中に投げ込みました。それ！インゲルがパンに飛び乗ると、パンはブクブクと沼の中に沈んでいってしまったのです。いや、助けて！インゲルはパンと一緒に沼の中へ消えてしまいました。ここどこ？目を覚ますと、そこは暗くてジメジメしていて、嫌な匂いの漂う場所でした。動けないわ。インゲルはパンの上に立ったまま、少しも動くことができませんでした。おや、気づいたかね。ふと前を見ると、鼻の高いおばあさんが大きな釜で何かをグツグツと煮ていました。ここは沼の中だよ。私は沼女。あんたみたいに曲がった心が大好きでね、私のコレクションに加えてあげたのさ。インゲルの顔の上を何かがムズムズと張っています。気持ちは悪いわ、取ってちょうだい。そいつは昔あんたに羽と足をもがれた蝶々だよ。みんなあんたにいじめられた生き物たちさ。気がつくと、髪の毛の上にも手の上にもカエルやムカデやミミズがもぞもぞと這い回っていました。インゲルが沼に落ちたという話はあっという間に町中に広がりました。いろいろな人がインゲルの噂をするのが沼の中まで聞こえてきます。神様がくれた食べ物を踏みつけるなんてね。綺麗な子だったけどね、罰当たりの娘なこと。ええ、自業自得ですわ。まあ、
私は人を殺したわけでも物を盗んだわけでもないわ。それなのにみんなして私一人を悪者扱いするなんてひどすぎる。ああインゲル、インゲル、私がいけなかったのかね。あれはお母さんだわ。そうよ、母さんが悪いんだわ。ちゃんと私を叱ってくれなかったんだもの。インゲルが沼に落ちてから一体どれほどの時間が経ったのでしょう。誰もがインゲルの悪口を言っていました。インゲルはパンの上に立ち尽くしながらじっと歯を食いしばっていました。ある時、一人の母親が自分の娘にインゲルのお話をしていました。インゲルはとても悪い子だったからずっと罰を受け続けているのよ。おや、どうして泣いているの？お前はいい子だから何にも怖いことないのよ。違うの、インゲルがかわいそうなの。お母様、インゲルを許してあげたいわ。それでお人形をあげて一緒に遊びたい。その時です、インゲルの方に温かい涙が流れました。はあ、神様。インゲルの体は光に包まれ高く舞い上がりました。あ、お母様、あそこの小鳥、自分では全然食べないで他の小鳥にパンを譲ってあげてるよ。なんだか汚くってみすぼらしい鳥だな。インゲルは灰色の小さな鳥になったのです。そしてパンくずを拾っては他の小鳥に与えました。きっとそのパンくずが自分の踏んだパンと同じ大きさになったとき、インゲルは真っ白い鳥になって神様のもとに飛んでいくことができるのでしょう。の感想などは kiku.dora@gmail.com まで。綴りはすべて小文字で kiku.dora@gmail.com です。